になった皆さん、お疲れ様です。本当にもう寒くて、ちょっと早くの雨降ってる中ね、もう誰かさんのためにこうやってこんな大都会で座り込まなきゃいけないっていうのも本当に腹が立つんですけども、まあ多分この六本木のど真ん中でこういう座り込み行動を行うっていうのは史上初、私たちだけなんじゃないかなと思います。で、先ほども来られた方には説明いたしましたが、この向かい側がアベマプライムの収録現場となっています。まあ、ここでですね、まあ、発端と言いますけれども、ひろゆきさんという、西村ひろゆきさんという方はですね、沖縄の辺野古の座り込みにですね、辺野古の座り込みが行われてない時間に行って、いないじゃないかと、完全に嘘じゃないかと、0日にしろみたいなことを言って挑発したんですね。でもやっぱり周りから、座り込みをしてない時間に行くなんてずるいとおかしいと言われて、まあ次の日だか何だか分かりませんけれども、まあ、座り込みをやっている時間帯に再度訪れたわけです。まあ、そこでですね、かなりひどいことを言っていまして、まあ、座り込みの定義がはっきりしてないと、24時間いないんじゃないかと言って、24時間座り込まない、座り込んでないみたいな、座り込みっていうのをずっとこう継続的にやるもんじゃないかと、この時間とこの時間とこの時間だけなんて座り込みと言わないと、何もやってこなかったひろゆきさんがそういうこと言うんですよ。で、基地がなかったら中国は攻めてくるっていうようなひろゆきさんもそういうこと言うんですよ。沖縄の長きにわたる運動を侮辱したと他ならないと私は思います。まあ、どれだけの人たちが、そして長い歴史的に見ても重建とブルドーザーで基地を作られて、でたくさんの人が亡くなったり、また基地があることによって爆音やひき逃げや、そして性暴力、そういったものに怯えながら生きているというわけですよ。それに対してもっと金をもらえばいいだろうとかね、そういったことを言ったり、また山城宏司さんのマイクをですね、かなり強引な形で奪おうとして、しかしそのことに対して山城宏司さんが怒ったわけですね。それを山城宏司さんが怒ったところだけを切り取って暴力暴力と言っていますが、先に手を出したのはひろゆきさんだったり、こういったデマをまき散らしてました。また山城さんが一度不当逮捕されたことがあるんですけれども、あれは完全に不当だったわけですね。それを暴力行為、暴力行為と言っています。違法行為、違法行為と言っていますけれども、何度も沖縄の民意を無視して基地建設を進め、さらにはその基地を作る上でもかなり暴力的なことを住民にやってきた、こういった国家の暴力、国の権力者の暴力、そういったことを差し置いて市民のちょっとした抗議行動に対して暴力だというようなレッテルを貼って大きな声で騒ぎ立てるっていうのは本当に許せないと思います。またひろゆきさんはアベマ TV だけではなく、自身の YouTube の中で沖縄の人たちは綺麗な日本語は喋れないって言ったんですね。文法がおかしいって言ったんです。もともと沖縄は琉球王国で、まあ、全然言葉も違うんです。それを日本がかなりしつこくですね、そういう日本語をですね強要したっていう歴史もあるわけですよ。だからなまったり、でもこんなこと言ったら東北とか関西とかみんな方言がありますよ。それをじゃあ綺麗な日本語じゃないって言うんでしょうか。こういう沖縄差別、沖縄人差別をヘイトスピーチのように撒き散らしたりしてました。このような人物をこのアベマプライムはこれからも使い続けるのかと、こういうヘイトスピーチする人を使い続けるのかと、そしてこのテレビ朝日ではモーニングバードの玉川徹さんが、まあ、電通のことでですね、ちょっと口滑らしただけで降板という形にされました。こういうところは厳しく対処しておいて、沖縄の人の言葉は綺麗じゃないっていうような人を出すのかと、おかしいではないかということを、まあ、声を上げていきたいなというふうに思います。今日はリレートークでつなぎながらですね、1時間、やりたいと思います。実はですね、9時から報道が始まるんですね。なので始まる前にも聞いてもらいたいなと思って、ゆっくりしてるときに、なのでちょっと30分前倒しで8時半から今日は進めています。それではですね、一緒にいろいろ呼びかけた鹿さんもお願いします。座り込みの場所に行って
したらいいと。後ろにした方がいいじゃないのと呟いてから1ヶ月が経つんですけれども、この1ヶ月本当に悔しい気持ちで過ごしてきました。自分ですらこんな気持ちなので、実際にスライトに押している方たちがどのような気持ちだったのかと思います。番組を見ましたが、冒頭でスライトにしている女性が24時間じゃないとダメなんですか、24時間ってどこに書いてあるんですか、それに対してひろゆきさんは辞書に書いてありますと答えました。でも結局番組の中で24時間って書いてある辞書は出てきませんでした。24時間なんて言ってないです、座り込みの意味が書いてあるって言ったんですと。でも彼は24時間ってどこに書いてあるんですかという言葉に対して辞書に書いてありますと明確に答えていました。それを最終的に番組の最後、沖縄の人たちは嘘をつく人たちだって、座り込みをする人たちはこういうふうに座り込みっていう言葉を正しく使ってないのに嘘をついて、そういう運動をしているから排除した方がいいと言いました。デマが嘘つきはそうですね、ひろゆきさんの方です。だって24時間の辞書なんて出てこなかったんだもん。そうだ、出せよ24時間って書いてある辞書。こうやって運動する人たちの印象を不当に貶める行為はもうずっといろんなところでやられてきましたが、あ、こういう人がやってるんだなと今回はっきりしました。嘘をつく人をメディアに出していいんでしょうか。嘘ですよ、考え方の違いとかじゃない、嘘です、彼のやったことは嘘です。なあ、現地まで行ってもなおお客様気分でいるアベマプライムのあの日の出演者の皆さん、大空さんが当事者以外は口を出すなって言うんですかと言ってましたが、違います。どうだ、私たちは当事者で、どうだ、今度の人間で当事者なので、私たちが解決しなければいけないことです。そうだ、いつまでも他人事で、他人事として運動をジャッジしてないで、沖縄で起こってる基地のこと勉強するべきじゃないですか。そうだ、私たちは大人なんですから、立派な自分たちの義務として、この国で沖縄ではどういうことが行われてきたのか教えてもらうんじゃなくて、自分たちに分かりやすく説明しろじゃなくて、日本人として私たちは自分から学びに行くべきだと思います。どうだ、あの後辺野古に行ってきました。私はおばあちゃんが沖縄にいるんですが、ウクライナの戦争のことを思いながら怖いと言って、もうすぐ沖縄も戦争が来るよと言ってました。多分本当に戦争が来ることを恐怖に思っている年代だし、実際に沖縄ではずっと飛行機が飛んで、この県の先は沖縄の領土だっていうところが生活のすぐそばにあるんです。そういった暮らしをしている沖縄の方のことをもっと私たちは考えるべきじゃないでしょうか。どうだ、
画を見たんですね。でそこで初めて沖縄が置かれている現状というものを知って、本当に衝撃を受けました。でその映画との出会いから辺野古のこと、沖縄の歴史、さまざまなことに関心が出てきて、いろいろ学んだり、いろんな人と出会ってお話を聞いたり、学習会に行ったり、デモや集会に参加するようになりました。で私自身は沖縄とは縁のない人間ではありますけれども、やはりこの沖縄の問題は沖縄の人たちだけに押し付けていいという問題ではなくて、日本全体で考えなきゃいけない問題だなと思って、で、まあ、自分には何ができるだろうかと考えて、地域の仲間たちと一緒に沖縄と東京北部を結ぶ会という会に入れていただいて活動しています。月に1回街頭に立ち、いろいろな出会いがあります。街頭宣伝を行って、そこでチラシを配ったり、スピーチをして沖縄のことを訴えたりというような活動をしています。やっぱり一人でも多くの人に沖縄の置かれている現状を伝えることが私にできる一つのことかなと思って、これをやり続けています。今回、ひろゆきさんの態度、そして、まあ、大空さんはじめ傍観者的な態度を取っている人たちに対して、私は非常にショックでしたし、怒りも覚えています。沖縄の人たちの怒りはもっともっとだと思うんですけれども、私自身も非常に怒りを感じました。沖縄の子どもたちは米軍機が飛ぶ音で不眠症になっている子もいるわけですよね。境の子は不眠症になって、家族の中で生活できなくって、お父さんとお母さんとバラバラになって避難するような、そういう状況に置かれてしまっている、こういう現実があるわけですよ。そして普天間基地の近くにある小学校は、飛行機が飛ぶたびに避難しなきゃいけない。それは数多く沖縄で飛行機から落下事故があったからですね。いろんなものが落ちて窓枠が落ちたりとか、そういうことがあって、保育園の上にも飛行機の部品が落ちるというような、そういう事故もあって、子どもたちが安心して生活できる環境じゃないわけですね。体育の授業を やるたびに頭の上を米軍機が飛んで、そのたびに防衛省の人間が避難してくださいって子どもたちに声をかけて、でコンクリートの屋根があるところに避難させる。子どもたちの学ぶ権利、学習権というものが脅かされているわけです。子どもは沖縄に生まれても、東京に生まれても、どこに生まれても、それは選べないですよね。どこにいても親しく日本国憲法の下で人権や学習権が守られてなければいけない。それを子どもたちの権利を守るのは私たち大人の責務ですよ。私たち大人がどこに住んでも安心して勉強できる環境を子どもたちに提供してあげなきゃいけない。ひろゆきさんたちいい大人じゃないですか。どうだ、そういう責任をどう考えてるんでしょうか。一人のこの社会を形作っている社会人の一人として、大人の一人として、私たちは責任があるんです。沖縄の子どもたちに対しても、沖縄の人々に対しても、そういう責任を考えたら、とても自分は傍観者でいられない、そういう自覚を私は持ってほしいとひろゆきさんに特に思っています。テレ朝の到達してる、はい、テレ朝の到達してる、先生でもなんか出てこいよ、ところに飛び取ってないで、降りてきて取れよ、到達とかそういう不足なことはやめてください。私たちは正々堂々とここで抗議行動を行っています。卑怯な物言い、卑怯な態度、卑怯な行いは本当に子どもたちに対してみっともない大人の態度です。そういうことはやめてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。今ですね、テレ朝のこの上から、まあ、職員スタッフ
で、もうほとんど今女性が出演拒否している状態です。そういったところをこれからもずっと続けていくのかと。しかもこうやって警備員になってますけど、ひろゆきさんのためにこうやって警備員になるのも大変だと思いますから、ひろゆきさんも出さない方がいいと思います。権力禁止をするのは絶対にもう表に出したいと思うんですけど、皆さんどうですか？そうだ、そうだ。もうすぐ9時になるので、そんな場所はい、ひろゆき出すなんていう声を上げたいと思います。それでは他にも皆さんいろいろ、ね、スピーチされたいと思います。怒りの声をですね、スピーチしていいよという方、ぜひここで自由に発言していただきたいと思います。どなたかいらっしゃいますか？発言したい方。そうだそうだ、ね、大人が小学生並みのヘリで食べるから、まあ動物園に来たりするかもしれないけど、ね、それ以外の興味はないでしょ。犯罪者を出すな。30億円の請求がどれほどの名誉毀損をしたらそれだけになるんでしょうか。それをテレビ朝日は、アベマ TV は2時間ぐらいのスペシャルにして出したらいいんじゃないの？ね、ひろゆきには出演料払っていいから、それは。で、ずっと前に、話し方のずっと前に、ひろゆきの YouTube 偶然見たことありました。その時に何言ってたかっていうと、アメリカの属国になるか中国の属国になるか選ぶんだったらアメリカの属国になる方がいいよねって言ってました。で、アメリカの属国になるっていうことは、属国になるじゃなくてもう属国ですけど、属国で居続けるってことは、要するに昭和天皇が言ったみたいに沖縄をずっとアメリカに差し出し続けるっていうことなんですね。だからそれだけで間違ってますけど、もう一つ広い方が間違ってるのは、アメリカの属国になるか中国に属国になるかって二者択一じゃないです。ね、そうそう、そう、属国になりたいのかっていうのももちろんそうなんだけど、軍事的にはアメリカの属国、経済的には中国の属国っていうことが一番現実的にあり得るわけでね。中国は出版社でも放送局でも買えますよ、お金持ちだから。日本の山林買ってますよ、水源地買ってますよ、ね、それでお金のある中国は日本を経済的に属国にする、アメリカは日本を軍事的に属国にし続ける、ね、そういうことで二者択一じゃないんです。二者択一だと思わせるのは、ね、ひろゆきはこの政府に雇われてるからでしょ。政府に雇われてるからアベマ TV もやって、ね、雇うんでしょ。そうじゃないの、どう思います？30億の賠償請求をね、されてる犯罪者がね、東京の真ん中に来てテレビに出られたらね、まあネットで繋がってる
政府の見事が警官連絡があると思います。はい、じゃあありがとうございます。他にスピーチされたい方どなたでもらしいので、ぜひ本当にひろゆきさん冷笑主義っていうか本当にヘラヘラ笑ってますよね。座り込みで頑張ってる方を見て、ああ頑張ってる頑張ってる、あははって言ってたわけですよ。でもなんか全然本気じゃないよねって人も言っていて、本気じゃないよねってなんであなたに言われなきゃいけないのって思うんですけれども、またそれを面白おかしくテレビにするアベマ TV もアベマ TV だと思います。他に皆さんなんかぜひ誰でもいいので、東京のど真ん中でもう台湾有事だとか中国が
います。他にあのスピーチ、あ、どうぞ。ということをあのよく知りませんけれども、テレビ朝日の傘下の放送局、まあ、というようなものであるというふうに聞いています。メディアはまず第四の権力、権力者を監視するのがメディアの役割なんじゃないですか。沖縄で行われていることは、今沖縄では玉城知事が、昨今の一番最近の選挙で、県知事に当選し、沖縄に基地はいらないという民意が示されたんじゃないですか。そうだ、そうだ、民意を尊重しろ。民意を尊重せずに辺野古の新基地が強行されていることは明らかであると思います。この権力の暴走を監視するのが本来のメディアの役割ではありませんか。ひろゆきさんはもう、使用するというテレビ局があるということ自体にも、私は、驚いています。最初はブラックジョークだと思いました。アゲマ TV の放送されたものを、YouTube か何かで見ましたけれども、あの番組構成というか演出というか、公共の電波を使って市民のものである公共の電波を使って放送するというのは、本当にあのメディアの劣化というか、あの見ていて本当におぞましい気持ちになりましたし、本当に恥ずかしいです。テレビ朝日はまたスタッフ一人一人、思想が考え方があると思いますが、今もそのひろゆきさん、あてまち、沖縄の辺野古座り込み放送に対する侮辱、これについてメディア、働いている一人一人の方、ぜひ考えていただきたいと思います。このままでいいんですか。ありがとうございました。もうすぐ、あれ、今な、あと1分で始まるということで、ひろゆきさんにも届いてほしいですね。届いても分かんないでしょうけれども、だからあの使わないでほしいなというふうに思います。他に皆さんの中であの話したい方いらっしゃいますか。どなたでも大丈夫です。はい、皆さんこんばんは。お騒がせしております。そしてテレビ朝日の皆さんもまずお札はやめてくださいね。すいません、何も考えずにあのいきなり来ちゃったんですけれども、ちょっと私が言いたいことっていうのは、あの沖縄は基地の周りに人が勝手に住み着いてるんじゃありません。そうだ。そうだ。地上戦でズタズタにされた土地をアメリカが基地を作って人々は追い出されたんです。そうだ。その土地の中に墓があって、墓参りすら行けない人たちっていうのが今沖縄にいるんです。そうなんです。そうだ。そういう現実を知らずに適当なことを言うのは本当にやめてください。そうだ。これ私の言葉じゃなくて有名な言葉すぎるんで、ちょっと口にするの恥ずかしいですけど、ワイツデッカーというドイ
その通り。そして沖縄はアメリカ軍の基地ができなければもっと違う形で発展ができたんです。そうだ。なのに沖縄の人間は基地に依存しているとかそういう適当なことを言うのは本当にやめてほしいと思います。そうだ。っていうか知ってて言ってるんですよね。そうだ本当のこと。そうだだと思うんですよ。絶対に知っててあえて言ってそれでそうなんだっていろんなただテレビを見ているだけの人メディアで見てるだけの人ネットを見てるだけの人たちにそうなんだって思わせることが一番の目的なんじゃないでしょうか。そうだと思うんです。じゃあ基地どうすんのかって言われたらそれは本土で引き取るっていう方法もありますよ。東京に作るっていう方法もありますよ。ただそれがまた違う話になるのでまた改めて機会があればそういう話もぜひひろゆきさんとできたらいいですねと思います。以上です。お騒がせしました。ちょうどですね9時過ぎましたので本当に差別者のひろゆきさんをテレビに出さないでいただきたい。メディアに出さないでいただきたいです。そうだ。アベマ TV は責任を取ってください。そうだ。どれだけの人が番組で傷ついたと思いますか。そうだ。ものすごい傷ついたし沖縄のおばあたちが本当に悔しくてでもどこに怒りをやったらいいかわからないから毎日夫婦喧嘩しちゃってるって言ってました。本当に沖縄の人たちはもう傷ついているしもう言いようのない怒りとそして悔しさを持っています。そういうふうな冷笑主義で何も自分は努力してないのに遠くから斜めで見て笑ってヘラヘラしているこういう人たちがなんていうか多数派気取ってるのっておかしいと思うんですよ。そうだ。そういう多数派でも何でもない。見てくださいよこれだけリアルに集まってるじゃないですか。どれだけ集められますかこういうヘラヘラした人たちを。私たちはこうやってリアルに集まってることを真剣に怒ってるんです。この真剣に怒ってる人たちを笑うのは本当に許せないです。そうだ。こういう人を出すなと本当に責任を持って謝罪してほしいと思います。あの番組を作ったこともたくさんひどいことを言ったことも山城さんに暴行を働いたことも全て謝罪して責任取っていただきたいと思います。実はですねここでですねこれ辺野古でもらってきた辺野古ゲート前の歌集っていうのがあって沖縄のゲート前でいつも座り込みするとき座り込みの歌を歌ってるんですね。今日はちょっとあ YouTube でうまく流れるかどうかわからないんですけど。ちょうど座り込みの連帯してですね、基本楽を。
おーってなでもあるんですけれども、これをですね、真城さんたちは本当に毎日毎日ですよ、こういったことをやって、少しでも運動をですね、もう例えばキーってなると大変なので、歌を歌ったりとかしながら楽しくやることが長続きの秘訣なんだって言ってます。で、あまりにも結構大変な時はですね、こちらからどくってこともあるんですね。でもそれは1時間でもトラックを止めたってことが基地が完成するまでに1秒でも遅らせることになるんだから、怪我人が出なければそれでいいんだとかね、本当に戦い方を学ぶところがあります。1日なんか本気で頑張ってみんな怪我しまくって逮捕されまくっておしまいではなくて、これから明日もやるんだから無理をせず続けていきましょうっていうような本当に優しいですね気持ちを持ちながら3000日以上やってきたんですよ。それをああいう風にしてヘラヘラしながら、ね、一回通り過ぎてですね、なんかひろゆきさんとか呼び止められたら、呼び止められたから仕方ないから話してあげようみたいなね、そういうなんか本当にこの人プライドが高くてどうしようもない人なんだなって思ったんですけども、そうだ、こういうそういう人がですね、沖縄の人たちが寒い時も暑い時もね、そんな自分のプライベート削ってやりたくないですよ。そうだそうだ、どうしてそれをやってるのかってことも汲み取れないような人が沖縄の辺野古をね、侮辱しないでいただきたいと思いますし、沖縄の歴史をもう一回学んでほしいですね。なんか基地の周りに先ほどのスピーチにもありましたけど、勝手に人が来たみたいなこと言ってますけど違うんですよ。沖縄には昔電車もあったわけですよ。その電車も今走ってないのは何でかって言ったら基地があるからなんですね。有権者ブルドーザーで強奪されて、もうほとんどの土地が基地なんです。そういったことの歴史も知らないで何言ってるんだろうなと思います。もっと勉強してほしいと思います。他に皆さんスピーチしたい方いらっしゃいますか？どなたでも大丈夫ですよ。実際に歌ったことを聞いたりして、私は辺野古には行ったことない、沖縄はすぐ行くんですが辺野古行ったことなくて、恥ずかしい、今日ここに来るだけでも、それなりに大変、皆さん大変な思いしてきてるわけじゃないですか。でもこう3000日以上ですね座り込んでる方をああいうふうに嘲笑できるっていうのは許せないなと思います。で、デマとかヘイトとか誹謗中傷っていうのは、人を傷つけるだけではなく、時に人を殺すんですよね。まあ、ここに来るような方ご存知だと思いますけども、関東大震災の時はデマによって殺処分の方が殺されたりしたし、ナチスのやつも最初からガス室で始まったわけじゃなくて、ホロコーストは最初から警備室から始まっているっていう、有名な国連の方が語っている動画があると思うんですけども、ひろゆきさんっていうのはそういう危険人物なわけですよね。はっきり言ってしまえば、ニューヨークの事件も、黒人の方の方がたくさん亡くなっていて、銃の乱射ですね、あれもヘイトクライムだっていう指摘があるわけですけど、あれも4チャンネルがね、公的な報告書ですよ、4チャンネルの影響だというふうに書かれたわけですよね。もうひろゆきさんじゃないですかってことで、なんで匿名の掲示板ですよね。だそういうもう本当危険人物を使ってるのがこのアナ TV ですよっていうそういうこと、それだけじゃないですけどね、だメディアがひろゆきをやたら、ひろゆきが何言ったのにって一時取り上げるのは、言ってしまう人殺しに加担してるんだという意識を持って、もしメディアの方は欲しいですし、私たちもそういうメディアリテラシーを持つ必要があるのかなと改めて思いました。ありがとうございます。傍観者でようという呼びかけで当事者の思いを妨害していると思います。
私は傍観者でいるのはやめたいと思いました。ひろゆき氏って思考が口だけ達者な子供なんだよね。私はあらゆる差別に反対します。ひろゆき氏の霊障は何も生み出しません。そんな人生を送ってて何が面白いんだか。尊厳をかけて座り込みしている人をあげつらい笑う姿勢は醜悪です。ひろゆき氏は自分は多くの人に信頼されなくていいと自分を貶めることで批判されないバリアを築いているようですが、それこそ悲しい。それに共感する人も悲しい。沖縄の座り込み運動や歴史についてひろゆき氏はたくさんのデマを流しました。事実かどうかは彼には重要でなく、反応があれば美味しいということなのでしょう。軽く不用意にグロテスクなことが行われました。その影響は深刻です。胃が痛くなるような悲しみ。仕事で参加できないのでつぶやきました。雨場前座り込みに連帯します。精神的にしんどい試みだと思います。どうか無理されませんようにありがとうございます。霊障本当嫌い。座り込み参加できませんが連帯します。切実な思いを真剣な活動をニヤニヤ笑ってバカにする態度は許せません。座り込み行きたいけれども行けないので、話題になれ、なれば沈黙されれば何でもありな品のなさが気持ち悪い。番組制作者さんはどんな日本を作りたいんですか。声を上げる人を嘲笑って自分が勝ち組であることを確認する日本ですか。個人的に大きな危機感を覚えています。もう本当霊障はお腹いっぱい。体を張って抗う人に、声を上げる人たちに正義とか論破され尽くしたデマとか恥ずかしすぎるから。まだいっぱいあるんですけど、とりあえずここまでにしますね。まだあるのでまた後半やります。これだけの人がまだ今どんどん増えてますからね。本当にいい加減にしてよって思ってるわけですよ。ずっと私たちいい加減にしてよって思ってましたけど、やっと表に出てきたんで、絶対これ残さないぞってことでこういったことやっております。今日はスピーチされたい方いらっしゃいますか。どなたでも大丈夫です。どうぞ言ってください。言いたい放題やりましょう。向こうも言いたい放題だよ。本当向こう言いたい放題、こっちも言いたい放題。すいません、たびたび失礼します。たびたびお騒がせします。さっき言い忘れたことがあるので言わせてください。ひろゆきさんは悪いです。彼をメディアに出すべきではないと思うのですが、ひろゆきさん一人の責任ではないとも思います。彼を面白がって使うメディアそのものの姿勢、それに問題が あるんだと私は思います。正直彼一人を消したところで今のこの状況っていうのは変わらないと思っています。もうもぐら叩きみたいに似たようなのがどんどん出てくるっていうのは、この10年間ヘイトスピーチの問題とか見ててもすごくよく分かったので、彼一人の責任ではなく彼を重宝するメディアの責任っていうのはとっても大きいと思います。そしてすいません、ちょっと他局さんの話、赤坂の方の他局さんの話になりますが、今 SDGs ということを他局さんは一生懸命なんかやってます。でもね、 SDGs って別にプラスチックのストローを紙のストローにしましたっていうことじゃないんですよ。海の豊かさを守ろう、陸の豊かさを守ろうっていうことがその中にあるんです。メディアは SDGs の SDGs だというのであれば、豊かな海を破壊することをやめてください。辺野古の海を破壊しないでください。そうだ、そして沖縄の豊かな自然を破壊しないでください。そうだ、そこを無視して SDGs、SDGs って何なんですかって。本当だよ。すいません、それ今一生懸命他局さんが言ってる話なんですけど、でもテレビ朝日さんも SDGs って決して取り上げないわけじゃないかと思うので、こうして今こうやって言っておきたいと思って言わせていただきました。さっきも言いましたけど、 SDGs ってプラスチックストロー紙のストローにしましたっていうことじゃないんですよ。もうちょっと SDGs が何だっていうなら、辺野古のこと、沖縄のことを考えてくださいということをさっき言いそびれたので付け加えさせていただきました。ありがとうございました。もういなくなったみたいなんですけれども、一人なんか妨害者が写真を勝手に撮ってですね、ツイッターで嘲笑うようなツイートをしているのを発見しました。本当恥ずかしいですよね。ここで言ってみろって話ですよ。これがひろゆき的なものじゃないですか。そうだ、物を言えなくてこうやってこさこさね、ネットで匿名で言って
それでなんかハハハみたいなこと言ってるのが広域的なもの、ものすごいダッサいと思うんですよ私は。そのとおり、もうこれに気づいてほしいですね。若い子もみんな広域さんの動画を見てなんかこれがいいのかな、すごいのかなって思ってるけど、ものすごいダサいし、すごい人生損してると思うんですよ。こうやって私たち声を上げたり仲間が増えたりすることってとっても楽しいし、本当にあの先ほど言った SDGs の口だけじゃなくて、ちゃんと自分たちの未来守ろうよとか環境を考えようよっていう実践なんですよね。それをヘラヘラするってことがとてもかっこ悪いことだっていうことを、私たちは大人の責任として広域的なものから解放しなければならないと思います。これから生きる若者たちを、そのためにも今日のこの座り込みっていうのは本当に重要だと思います。それで他にもあのスピーチされたい方いらっしゃいますか？お腹でも大丈夫です。何を言ってもいいです。せっかくなので、皆さんこんばんは。まだ広域さんは家にいるんですか？今すぐあのネットで配信してパリから中継で出て、今ちょうど出てる。あ、確かに。皆さんこんばんは。一言言わせてください。石村広域っていう人、あの発言ね、本当にあの沖縄で今何が起きてかって、その現状とか全く触れてないんですよね。でその基地建設の本質とか問題点も全く触れてないで、であの座り込みされてる方々のもう心情にも全く触れてない。ただただ上げ足を取って嘲笑して、もう話をそらしてるんですよね。その基地建設問題、沖縄の問題から話をずらして、でデマを流してるんですよ。やってることはあの政府の誤った政策、国策を、ね、擁護してるんですよ。本当にね、なんていうか政府の提灯持ちですよ。全くひどいずるいやつで、本当にあのそれでね、なんていうかあの私自身、沖縄一遍旅行で行っただけなんですけど、辺野古にあの行ったことはないんですけれども、で、今ここにいる仲間たちも何人かと一緒にあの東京でできることってことをやってるんです。あの街頭宣伝ですね、駅前とか新宿の駅前とか池袋とかそういうところで、この問題って、広域の、いっぱい拡散されて、いいねされたじゃないですか。あれっていうのは本当に、本土において沖縄で何が起きてるかと、その問題点が全然周知されてないってことで、じゃあ本土でできることは何だろうかってことで、誰に頼まれたわけじゃないですけどね、路上に立って伝えるってことをやってます。プラカード持ったりとか、スピーチやったりとか、路上で歌歌ったりとか、本当になんていうかね、この問題っていうのはね、本土に住む私たちの本当に、なんだろう、原因というか、それもあると思うんですよ。憲法12条でありますよね、国民の普段の努力によってこの民主主義作っていけなくてはならないと。本当に本当に住む我々が本当に、まあ、メディアがこんなになっちゃってる今、本当に実際行動を起こして、広く伝えていかなきゃならないと思うんですね。ということで活動してます。本当になんていうか、広域悪いんだけど、自分のことをね振り返っていくと、もっとね行動していかなきゃあんないなって思いますよ。この日本政府がやってる沖縄において間違ったこの国策というものをね正すために、広く周知して、世論に訴えていかなきゃならないなっていうふうにとっても感じております。はい、ということで頑張っていきましょう。これからどんどん行動していきましょう。ありがとうございます。皆さんお疲れ様です。他にスピーチされる方いらっしゃいますか？こんばんは。岸山さんや井川さんと、さっきお話になったビアさんの、フェミニスト労働組合という労働組合ではないんですけれども、シャレでつけた名前ですね。フェミニスト労働組合というところで仲間としてちょこちょこいろいろなところに行っております。そうですね、ひろゆきさんに関して、本当にしみじみと思うのはですね、最近割と有名になってきました、有害な男性性っていうトクシックマスクリニティっていう考え方は、男性が悪いとかそういうことではなくて、
社会的にですね、男性的とされるその態度の中で、社会的に良くない結果をもたらすものとして、有害な男性性トクシックマスキュリニティというものがあるんですけれども、ひろゆきさんはそうだ、それでトクシックマスキュリニティのことをですね、私本当に興味を持っていて、自分なりに考えてですね、4つの要素を、抽出してみたんですよ。で、4つ言いますとですね、イキリとドヤリとオラつきと霊障です。で、ひろゆきさんは霊障の代表選手だと思うんですけども、あと、維新の会の議員の皆さんは4要素全部お持ちになっている方ばかりだなっていう、もう一回言っときますね、広めてもらいたいぐらいなんですよ。イキリ、ドヤリ、オラつき、霊障です。で、イキリっていうのはそうなんていうかな、この変なヒロイズムみたいな、俺がなんとか なんかやってやるんだみたいな、なんかそういうの で結局その、俺がみたいになって、結局そのなんかね、立場の弱い人を踏んづけてることに気づかないとか、気づかない人も気づいてやってる人もいますけど、ドヤリっていうのはそのマウントとかですね、なんかそういうだから論破とかで、なんかもう理屈が通ってなくても相手を言い任せば勝ちだみたいな、なんかそういう価値観ですかね。あと人間関係を上下でしか理解できないとか、勝ち負けしか理解できないとか、わざとそういうふうにするとか、なんかそういうメンタリティが本当に日本の社会を壊してきたと思います。で、この10年ですかね、安倍政権がそういうものの象徴でもあったわけですけれども、その背骨がですね、やっぱりそのトクシックマスキュリニティだったなというふうに思います。で、やっぱり社会をみんなで回していくにはですね、その上下の人間関係だとか、勝った負けたとか、そういうことでは社会は、なんていうか、公正公平な社会は回りません。もう本当になんて言ったらいいのか、言っちゃえば人権意識があるかどうかということなんですけど、そういう霊障とかですね、その相手を貶めて、何かなんていう社会を動かそうという、そういうメンタリティとそういう社会構造にもう今こそ私は終わりを突きつけたいです。エンドひろゆきっていう、エンドって終わらせるっていう英語のエンドねっていうハッシュタグがあってですね、そのひろゆきさん自身がどうこうというよりも、社会の中のひろゆき的なものを終わらせたいと本当に思っています。ので、アベマさん、私は将棋が好きです。将棋を見るのが好きなんです。見る将なんです。アベマトーナメント大好きですけど、将棋チャンネルだけでいいんじゃないって思うような番組ばっかりだと思っています。橋本徹さんを使ってみたい。橋本徹さんももういきりどやりオラつき霊障の、チャンピオンですけれども、そういうのをね、そういう番組はもうやめて、将棋、釣り、格闘技、さまざま素晴らしい番組も作ってらっしゃいます。本当にアベマトーナメント大好きですよ。女流トーナメントと指定トーナメントも楽しみにしてます。というわけでアベマさん、将棋チャンネル楽しみにしてます。ひろゆきさんを出すのはやめてください。橋本徹さんももうやめてください。ではよろしくお願いします。それではですね、もうそろそろ時間にもなってきたので、最後にまたいろいろ意見寄せられてるので紹介して、石川さんにマイクを渡していきたいと思います。日本にある素晴らしい沖縄の自然を必死に守ろうと頑張っている方々をあんな発言していいとは到底思えません。沖縄の自然と歴史、伝統、文化を知っていればあんな本質的からかけ離れたことはできないと思います。沖縄の方に失礼です。私も心から連帯します。沖縄の人々に対する尊厳を霊障で軽く扱う筆舌に尽くしがたい暴力行為を私は許すことができません。私は参加できませんが、見える心を送ります。平和と人権を求める人をバカにするな。
連帯リスペクト、ひろゆき氏個人ではなく日本中に蔓延するひろゆき的言説、またそれを面白がる風潮全体に抗議する。本当それです。ひろゆき的なものとそれを面白がる風潮に抗議します。連勝系代表的な人物であり、社会運動をディスるひろゆきを起用している番組制作者は自ら民主主義を理解していないと表明しているようなものです。恥ずかしいと思いませんか。西村ひろゆきことひろゆき氏は恥知らずだから、いくら怒られても謝らないし反省などしないわけで、やはり関連企業を詰めていくのが重要ですね。座り込みの皆さん、お疲れ様です。アベプラはひろゆきに発言の場を与えるな、遠藤ひろゆきって書いてます。ひろゆきの言動をツイッターで見るたびに怒りを覚える。見なきゃいいじゃんではなく、ちゃんと抗議したい。沖縄の人々の穏やかで平和な日々を願ってというような、こんな声がですね、本当にたくさん寄せられてるんですね。私もですね、もう今回いつも安全な場所でですね、安全地帯でですね、彼はなんかほざいてましたけれども、なんか今回リアルに沖縄の場に出てめっちゃしょぼいやんと思ったんですね。この人、あのリアルに出てきたら すごいしょぼい人なんだなっていうふうに思ったんです。でもひろゆき終わったなってつぶやいたらめっちゃ炎上したんですね。あの終わったとかしょぼいとか言われるのがすごい嫌みたいな感じで、まあ、周りになんかすごい言われてて、そういった権威主義とか、なんか男だからとかいう、その男らしさから解放されてない人たちは、また女性差別する人たちは女性にしょぼいとかダサいとか言われるのがもう許せないらしくて、もう本当にイキリ立って超怒っていました。なのでもうひろゆきは終わり、ひろゆきもう終了っていう声をですね上げて、そんな雰囲気を作っていきたいなと思います。それでは最後、石川さん、お願いします。はい、あの皆さん今日はお集まりいただきましてありがとうございました、うん、このままですね、あのままひろゆき氏の放送をあのままにしずに済んでよかったんじゃないかなと思います。あのリベラルはみたいなこと言ってたじゃないですか、この間大空さんが。でも実際に沖縄に行って、これリベラルとか保守とかの話じゃないよねと本当に思いました。だって自分の家のそばに基地ができて、毎日飛行機が飛んでて、それは誰でも嫌ですよ。そんなの嫌だと思うの全然過激な思想じゃないはずです。反対するのが当たり前のことで、それをバカにしてみんなで笑っていたアベマプライム、私は絶対に許しません。そうだ。いいねの数で事実は決まりません。いくらいいねが28万とかね、何十万とかついても、それは事実じゃない。ちゃんと沖縄の民意が出ています。そうだ。改めて、しっかりと自分たちで勉強して改めて番組をやってください。ひろゆきはひろゆきさんがやってることは全然論破じゃないです。論破できてなかったよ全然。そうだ。ずっと自分の感想を言ってただけじゃないですか。そうだ。あなたの感想ですよねそれって。そうだ。いい加減周りも教えてあげてください。それ論破じゃないですよって周りが言ってあげる必要があると思います。はい、今日はありがとうございました。皆さんこれからも、私今回ひろゆきさんのことで自分がちゃんと行動してこなかったことすごく反省しました。私たちがちゃんとやっていれば、彼みたいなこと、彼みたいな言動がここまで影響を持たなかったのかなともちょっと思ったりしました。なので本土でできることを私たちはこれからも、ぜひ皆さんもずっとやってきてると思うんですが、私はこれからやっていこうと思います。ぜひ今後ともみんなで沖縄のため自分たちの責任でやっていきましょう。ありがとうございました。向こうですからね、今ひろゆきさん出てますから、行きます。沖縄の人々を侮辱するな。沖縄の人々を侮辱するな。アベマはひろゆきを出すな。アベマはひろゆきを出すな。沖縄差別を許さないぞ。沖縄差別を許さないぞ。嘘つきをメディアに出すな。嘘つきをメディアに出すな。差別者を差別者をメディアに出すな。ヘイトスピーチを垂れ流すな。ヘイトスピーチを垂れ流すな。アベマプライムは責任を取れ。アベマプライムは責任を取れ。